ヘラがやはり優勢か、というか、今回の試練で最も弱体化の影響を受けていないのはセラぐらいじゃないか。未だに私は腑に落ちない。なぜセラは候補生にすら選ばれないのだろう。単純に本人が英知の才能を無視して自助なんかにうつつを抜かしているからだろうな。認めてさっさと英知の才を磨けばすぐに構成員に選ばれるさ。何せあいつの戦闘は私から見ても綺麗だ。品があると言ってもいい。それにしてもやはり弱体化の影響は受けてるね。絶対領域の範囲はすごく狭い。あれだと当たるのでは。さあな、あいつの目には何が見えているのか、赤焼きの私たちでは到底理解できないさ。予測はできてもな。さあ、アルジ様よ、どう戦う。能力は本来の私ですらセラには貫通されるんだ。アルジ様程度では不可能だろう。だと言っても近接は絶対領域で経験弾を使用しても貫通されるだろう。オーラで遠距離。光飛行が動いたら赤信号だぞ。セラにはもう一つ、私ですら厄介だと思う特性を持っているからな。あと数回殴ったら壊れるな。私の法則支配で作ってる代物とはいえ、把握しておかないと計算違いが起きるからね。思いのほか主様が硬い。次は遠距離で来るからもうそろそろ予備を出しておくか。全てには寿命が存在する。それは生き物だけではなく、一つ一つの現象も含む。もっと言えば情報にだって寿命が存在する。ブームが過ぎるのもそのブームを起こしたものと影響力の寿命が尽きたことによる。主様の攻撃にだって運動エネルギー、オーラ、空気抵抗やら何やらで威力という寿命が発生する。言い換えれば効果範囲と効果時間。つまりこの目があるからできるだけで、別に私自身賢いわけじゃない。だからさっさと地図の究極系として認めてくれたらいいものを。近接で勝てないなら遠距離。ただ賢い奴に限って遠距離強いんだよな。ソフィアもそうだし。それに時間をかけすぎるとメリアやソフィアみたいに賢い連中は頭の中で何通りの策、何通りのパターンを予測してくるから、時間が経過していくにつれて不利と騙していくんだ。それと法則支配、俺よりも完成度がはるかに高い。さっきの法則詳細は俺で言う絶好と同じ理屈。つまり相手の法則が理解できていれば無力化できるってやつだ。最近は複雑すぎる相手とばかり戦ってきたから絶好を出す場面が一切なかったけど、実際は俺も同じことができるはずなんだ。格上の同じ能力持ち、これは見せつけられるかもな。英知っていうのもあるし。まずはあのサークルだ。あいつの仕組みを理解しないことには何も策を導き出せない。観察する必要があるな。金持ちの趣味で狩猟、こうやって主が野鳥などを撃ち抜き、私がお見事です。っていうのも自助らしい。であれ、地上を目指してる私がやったらまずくない？なんだよあれ、攻撃、いや、あれは通称、あれも法則支配か、物質制定。っていうか、当たり前のようにあんな小さいオーラと同じ大きさのオーラをぶつけてきやがった。どんな命中率だよ、ちくしょう。もうやめだ、いつも必死になりすぎるから俺は思考の視野が狭いんだ。真正面からぶつかって勝てる相手じゃないんだ。なら俺だって考えろよ。あれ、なんか一気にさっきが消えた。まだ始めたばかりなのにもう諦めたのかな。さすがはダルジ、情けない。なら人思いに楽にしてあげるよ。グッバイアルジ、あの世でお年齢してな。相手の得意分野で戦わせないのがベスト。だけど相手だって得意分野で戦えるように策をしている。俺だってそうだ。だけど俺はその策が脆すぎる。結果、自分の得意分野に持っていけないのが毎度の問題点なんだ。つまり戦い方が下手なんだ。もっと考えろ。本能や直感だって大事だけど、しっかり考えろ。そして自由を忘れるな。それらができてやっとこいつらと渡り合えるんだろうが。一歩引いてみるのもいいのかもしれない。英知であるあいつは証拠に距離をとって冷静に状況把握をして策を考えている。賢い上に視野が広いんだ。どうあがいても今のままだと勝てるわけないよな。ふう。冷静になったよ。危うくまた自滅するところだった。この目はダメだな。時間制限の条件がシビアすぎてつい慌ててしまうんだ。だから瞬殺解放で戦う。お前に A 転換や K 転換は逆に不利だ。欲もまあポンポンと目の色変わるな。まあどうでもいいけど。俺が瞬殺解放をした時のみ、黒竜眼が発動する。本来のカラーは目は白、翼は金色、そして俺は天竜の突然変異種、そして俺のカラーは白金、何色にでも輝き、何色にでも変わる変幻自在の白金の天竜、なんだ。俺はずっとここまで一から自分を見直してきた。そしてその終着点は瞬殺解放。瞬殺解放で強化されるのは主に能力。白金の究極竜と王冠の天使の転入。以前の俺はこの力で無双していたらしいからな。必ず最強になる秘訣がこいつにはあるんだ。
今まではただ身体強化の意味合いでしか使ってこなかった進化解放、逆にそれしか扱えなかった今の俺には手に余る代物だけど、自分に目を向ける必要がある今、この可能性を試す必要がある。すごく覚悟したねしてるけど、それって確かつけ人のロリオンに苦戦してた程度の代物でしょ。今この場で何の役に立つのやら。法則支配、自然法、月法、乱法、日法、影法、全法則同時発動。この時初めてテラは老僧に困惑の色を見せた。全高速数480種類。結構弱い、弱すぎる。きっと主の持つ最大火力の最終奥義なんだろうけど、このレベルなんて脅威にもならない。正直無効化するほどでもないけど仕方ない。選べ H、 俺の全高速を食らうか俺の一撃を食らうか。殴った。白いサークルも踏んでいない。ギリギリまで感知されないところを狙った。そして俺の全高速を餌に指定式と集中力を偏らせることで隙を作る。俺の最大限の2層の武器、頭だけじゃどうしようもない状況だろうが、さてこの一撃をこの距離から。なめてた。まさかここまでしてくるなんて。ほぼ序盤から最終局面のように仕掛けてくる流れなんてあったもんじゃない。だからこそ対局したことない相手との一戦は新鮮でいい。さて本気でやるか。オーラまでは使うつもりなかったのだけどね。これじゃま、集中できないね。さて、やろうか。やろうか、じゃねえんだよ。俺のとっておき2つを平然と。なんなんだよ、あの水晶は。うん、これでいいか。距離を取った、正直ありがたい。今反動で近づかれたら遅れていたからな。ここからはちゃんと一撃一撃殺してあげる。に飛べば、まさか、やっぱりだ。飛べば撃ち抜かれる。きっと回避を見越して次の策も打ってくる。前に進むしかない。追ってば敗北。距離を詰めて思考ではなく発想力勝負に持ち込むんだ。思考させる時間を与えんな。いいね、発想は悪くない。だけど相変わらず視野が狭い。その力自慢、小手先レベルじゃ私のクリスタルオーラは突破できないよ。上等だ、ぶっ壊してやる。終わりだ。上じゃなければ勝ててただろうに。お前の先なんてお見返しないだよ。それはフェイク。目の前に言うんだ、攻撃が無理でものしかかれ、意地でも一撃をぶち込め。クリスタルオーラ。もう動けないよね、残念、あと一歩足りなかったね。なめんなよ。進行、オーラを全部なくせ。はぁ、バカなこと。オーラをなくせば能力も扱えないのに。見たか天才、これがバカの底力だ。あと少しだ、あと少しでこいつを殴り殺して。クソ、オーラをなくした上に能力を使ってマイナス。もうまともに立てもしない。クソが、あと一歩なのに。策はない、それに放っておけばこのまま死ぬ。私の勝ちだ。そこを動くなよ。首を締めてでも殺してやる。すごい執念、ここまでのことをされたら。私は仕方ない、作詞の策を全て破られて負けを認めないほど往生際は悪くない。ほら、首はここだ、ここに乗りなよ。譲るよ、今回だけだからね。感謝する。ごめん、甘いな。だからいつまで経っても後世にどころか候補生にも選ばれないんだろうな。最後の最後に甘さを見せて、勝利を譲るのは敗者への冒涜だ。主様への最大限の無礼だと分かっていないのか。そうだぞ、そんなことしたらただでさえ素で負けた雑魚がすでに3人もいるのに、格の違いを見せつけてしまうではないか。え、雑魚って、しかも自身の得意分野を破られてまで勝利はいらないという潔さ。そもそも勝てもしなかった奴らはそんなことを言う機会もなかったというのに。ちょっと部屋に戻る。どうしたんだ、妹との格の違いを見せつけられて心折れたか。夜の言葉で心折れてんのよ。ナチュラルに敗者が倒してんじゃないわよ、この童貞。
なんか主の必死さに負けたというか、ここまでしか勝ちたいって気持ちが私にはなかったというか。でもあの主に負けっていうの、なんか嫌じゃない？主を立てるのも次女に必要なこと、これで次女の究極形に一歩近づいたってことだよ。まだ諦めてなかったんだ。いい加減英知を認めたらいいのに。はいはい、それじゃあお仕事お仕事を、チリ一つ落とさないようにしないと。エンディングトークの途中で帰る人が次女とは思えないけどね。次回からはあの真っ赤なやつ、名前は忘れた。次回もお楽しみに。